異世界転生って知ってるか？神様の手違いの事故で死んじまった俺は、別の世界で新しい生活を送ることになるらしい。お前は思いっきり好きに生きてくれよ。頼むぜケルビン。お前を討伐にってのが目的だったんだが、日が変わった。俺は召喚士のケルビン、お前と契約したい。ご主人様のために精一杯お仕事します。よろしくお願いします。転生を司る神である私に配下になれとおっしゃった方は責任取ってくださいね。キキュンキュン。小僧、本気で来い。出なければ意味がないぞ。今まで本でしか見たことのない営み、楽しいに決まってるじゃない。竜、天使と並んで悪魔は最強種の一角です。これが S 級モンスターの次元か。悪い癖が出ちゃってますね。絶大な力を前にすると自分を抑えられないようだ。お前ほどの強敵に会ったことがなかったからな。気持ちが高ぶって仕方ない。黒の召喚士、2022年7月より放送開始。